その辺のお話も、はい、ね、じゃあこの、はい、いきますか、はい、じゃあ、この後はやっぱ、高島さんと甲子園の関わりみたいなところにちょっとお話を移したいと思うんですけれども、はい、うん、まあ、あの今お話であった甲子園68勝というところですけれども、高島さんは選手としても、はい、甲子園に出場されてるんですね、うん、長崎県の、はい、海星高校で、うん、そうですね、あの当時僕はまあ中学校でね、はい、五島列島で優勝して、はい、で県大会出て、はい、また県大会でも優勝したんです、はい、でもあの当時はもう県大会で終わりやった、全国大会とかなかったんで、うんうんうん、ね、そのやっぱりこう中学校で優勝すると今度はやっぱ甲子園に出たいっていうのがあるんで、はい、それはもう海星しかなかったんですよね、うん、当時から海星高校ってね、やっぱ長崎の名門で、そうですよね、まだそんなに回数はね2回か3回しか出てなかったと思うんですけど、うん、まあ一番近道だったんですよね、はい、でまあ親に無理言って、まあ海星行ったんですけど、はい、その入学したその1年生が100、130人おったと、はいはい、1年生だけで、そうです、だからグラウンドの中入れないんですよ、全部外です、野球部、はい、僕はピッチャーやったんで、はい、もうランニングとか、はい、あんなばっかりですよね、はい、うわこれはそんなレギュラーになるってそんな妄想考えられんかったですね、はい、多いんで、でやっぱり中で一緒に練習してるやつもおるわけですよ、ええやつが、で夏休みの前ぐらいになったらね、うん、部員が50人ぐらいしかいないんで、あとみんなやめてもらう、120人からこれその中で、ね、先輩と一緒にやっとる上手なやつもいないんですよ、それ耐えきらずにやめとん、 あれこれやったらなんとかなるんちゃうから、だんだんなって、もう1年生の終わりぐらいだと30人ぐらいしかいない、これやったらなんとかなるのまあでも厳しい練習に耐えて、そうです、そうです、はい、だからやっぱりこう卒業するときにはマネージャー入れて11名です、うん、120人か、だから他はもうみんな辞めとるんです、で残ったやつは漁師町、離島、はい、あんなばっかりです、ね、そういう選手が多かったんですね、はい、そういうところのやつだから市内のボンボンとかはいない、はい、だからその精神的にやっぱ強かったですね、うんうん、で2年生3年生って出たんですけどね、はい、甲子園に2年夏3年夏と、はいはい、出場やっぱり高校野球って技術じゃないなっていう感じですよね、うんうん、ハートですよね、確かに甲子園では負けましたけど、うん、でその2年生の時に甲子園って生まれて初めてじゃないですか、うんうん、はい、見るのも中入るも、はい、うん、お客さんは多いし、うん、入場行進でむちゃくちゃ足が震えて、うん、その時思いました、もう俺が今度甲子園に帰ってくる時は指導者になって帰ろう、うん、そんな風にもう2年生の時、うん、もう思ったんですね、はい、もう決めてました、あ、はい、それぐらいやっぱり感動しましたね、うん、試合の思い出なんていうのはどうですか？試合の思い出はもうね、強いとこばっかりだったんですよ、はい、しんどい思いですね、僕センターマンを取った、はい、まあ、左中間、はい、ね、飛んできて取ってプレーする、はい、次右中間です、はい、あんなんばっかりですよ走らされて、これでチェンジになってベンチ帰るじゃないですか、はい、水飲もう思うたら、はよ行けって言うんですよ。もうチェンジになって。もうチェンジになって。ちょっと待てよ、おい、ね、その思い出しかないです。あ、そうですか。はい。まあ、相手にね、10点ほど取られてね、何やねん、これ、って。だから、ほんまに思い出はもう、しんどいっちゅう。そうですね。で、入場式のその感動。はい、まあ、これが一番ですけどね。なるほど。逆にはその時の、だからその悔しい思いみたいなところも、このやっぱり68っていう数字を積み重ねた、一番の現代点が。そうかもしれんですね、うん。自分が惨めな思いしてますからね。これをどっかで取り返したろうって、うんうん。連れていくだけじゃなくて、はい。ちなみに相手をちょっと調べてきたんですけど、はい、2年生の時は大宮高校、ね、はい、はい、まあ、埼玉県。これはよーっとチームでね。はい、うん、3年の時は早友でしょ。はい、早友って言ったら、当時、池永って下関商業におったんですよ、はい、
これがむちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、プロ行ってすぐ理事賞を挙げましたけど、はいはい、そこを破って出てきたんですよ、うんうんうん、むちゃくちゃ打つんですよでね、この辺するんですね、はい、普通こうじゃないですか、ここなんですよ、はい、池投げのボールを打つためにこうやって打ったんです。え、このへ、そのグリップを真ん前に持ってきて、前に置いてるんです。そんでバーンって、そっから出す。ほんで池投げを打ってきたんです。引かないんですね、こう引かないんですね。普通こう、こうですけど、こうなんですよ。ね、で、うちと試合するときは、こっからこうですよ。これから打つんで、余計飛ぶんですよ。ね、それ覚えてますね。多分、決勝まで行ったと思うんですよ。ああ、準優勝したと思いますね。はい、東北高校は、はい。なるほど。そんな思い出がね、あったんですね。そして、しんどいっていうのと、はよ行けって審判に言われる、はい。それしか頭の中ないですよ。はよ行け。だから、確か、2時間もかかってないと思うんですけどね、うん、なんかこう自分の感覚の中では1時間ぐらいで終わったなっていう感覚が、うんうん、むちゃくちゃ早い地方と違って、うん、ね、まあ、甲子園でね、天になったらもう早いけ、はい、早いけ、審判が早い、もうせかすんですよっていうかね、その入れ替わりがむちゃくちゃ早いんですよ、はい、だからチンタラシットって怒られるんですよ、4試合やらないといけないですからそれで、高校を出て、日体大へ進まれて、はい、これはやっぱりあの指導者の道を志してという、そうですね、あの僕その中学校の時の、まあ、先生監督さんが日体の、はい、出身 で、うんうんうん、で野球は素人やったんです、うん、空手の先生入団者でもちろん、はい、でそれをね、その部員の前でやってくれるんですよ、バーッと、はい、むちゃくちゃもう感動しましたよ、あ、この人についていこうって思う、はい、でそうまとまってやっぱ優勝したんですよ、うんうん、はい、そうですね、やっぱりそういう感動っていうのがやっぱ人間変えるんやなと思いましたよ、うんうんうん、ね、もちろんその甲子園でも感動しましたんでね、やっぱりでもう一個は自分が作ったチームが、うん、甲子園出た時、うんうんうん、これはもうやっぱり一番感動しましたね、うん、自分が苦労してもうやめようっていうところまで行って、うん、甲子園出たそのチームが出てきたらもうボロボロですよ、うん、地元 の、 あの、ね、テレビ局が来て打つんですけど、はい、もう関係なしに、もうやっぱ人間感動せなあかんですね、はい日体大を出られた後に、最初が、奈良の智弁学園で、そうです、和歌山まだなかったんですね、はい、これはどういったあの経緯で大学の監督と智弁学園の監督が、はい、高校大学と先輩後輩でつながったんですよ、はい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 、で手伝いを欲しいということで、あ、なるほどなるほど、で僕がねちょうど長崎県 の、はい、あの入研試験ってあるじゃないですか、教師の、はい、あれ落ちたんですよ、うん、そうなんですか、まあそれもあって、うん、僕智弁って知らんかったんですよ、はい、どこにあるのかわからなかった、うんうん、もう僕はまあキャプテンしとったんで、うん、あいつをやるからってもうなんかできとったらしいんですよ、 話がね、そうですよ、はい、話が、ほんである時その大学の監督が学生服着てこいっちゅうんですよ、はい、体育大学ですからいつもトレパンと着替えと思って行くんですよ、はい、学生服着てこいっておかしいな思ったんですけど、はい、もう学生服着て行ったらお坊さんがいたんですよ、うん、前理事長なんですよ、ね、お坊さんなんでね監督はお願いしますって言ったらいいね、あ、よろしくお願いします面接やったら藁にはまったんだ契約は3年やったんです、うんうん、はい、3年目に監督やれって言うんです、なるほど、天理を倒さないとやっぱり出れないんで ね、 そうですね、今でもね奈良は秩父と天理で、はい、はい、天理郡山五所工業とかね、やっぱり強いとこあるんですよ、はい、まあ、最終的に天理叩いて甲子園出たんですけどね、はい、で3回出たかな奈良で、はい、でさあこれからやって思ったところが今度和歌山ができたんで、智弁和歌山ができた、はい、53年にできたのかな、昭和53年、はい、で53年っていうのがあの夏の大会、天理を破って向こうで優勝して、で和歌山との際大会っていうのが、はいはい、最後の際大会、あ、でその前の選抜でうちはまあベスト4入っとったんです、うんうんうん、で美濃島に負けた、はい、で今度美濃島を倒さんと出れんわけです、はい、際大会がね、そうです、はい、でその練習をしとったわけです、はい、で美濃島がえっ、ー、とですね、
夏前、5月ぐらいだから。要は病気、伝染病あれインフルエンザみたいな病気ですよ。何ですか、コロナ、ちゃう。セキリとかですか。なんでそうそうそう。セキリ何やったかな。インフルエンザとか。大きなあれが出て、エボラ練習できるから。はい、あどっかでやっとるんですけど、学校でもできない、ね。そんなんもあって、決勝で負けよった。田辺に。はい、あ、和歌山の、和歌山の決勝で負けた。で、田辺と内が、際大会で、君井寺でやった。ああ、そうで、内が 4-1 やったかね、はい。勝って。智弁学園が勝って。はい、で、その優勝旗を持って、はい、根比山、はい、和歌山が工事中ですから、はい、そこへ行ったんです。はい、理事長が、縁起がええから登れって言った。はい、で、そこで理事長が、わしはここで天下を取るねんって言うわけですよ。で、そこへ僕は行くとは思わんかったんですよ。うん、そうですね。翌年からということですかね、そこで。そうですね。で、昭和55年からね、智弁和歌山の監督になられて、はい、最初はやっぱ和歌山大会でもじゃあそんな勝てない。ですね、54年に登録して出たんです、はい。もちろん5回コールドで。もちろん5回コールド負けたんです。はい、まあそれはいいんですよ。はい、で、まぐれで三塁打打った子、サード滑ったんです。はい、起きてこない。起きてこない、うん、骨折。スライディングの仕方知らん。なんで救急車で。ね、まだレフトフライやら、うん、レフトのボール見るのは、配送、はい、フェンス、ドーン、バターン、起きてこない。危ないね。救急車、2人。あ、だ最初の、だ学校ができて、もう最初の4月に赴任された。いやいや、3年目。学校できて3年目。学校できて3年目に、はい。野球は2年目に登録した。はいはいはい。はい、あ、で、だ野球ができたばっかりの時に、赴任されたってことってことですか。いやいや。野球部はあった。その2年目に、はい、登録してるから。登録して試合は奈良から見に来たんだ。はいはいはい。はい。はい。で、そんな、そんなチームですよ。もちろんコールドですけどね。はい、仮にも智弁学園でね、甲子園に導いた監督が。うん、3回行ってる。はい、うん、で、僕が来て、まあ、15、6人からスタートして、はい、絞ったらついてこれないから、はい、もう緩めて小学生みたいな練習から始めて、はい、で3ヶ月、うん、まあ、もちろん徐々にこう増やしていくじゃないですか、うんうん、ね、100メートル100本とか、はい、ね、3ヶ月経ったらやっぱりついてくるんですよ。おー、すごい。それぐらいまで回復するんですね、はいはい、高校生の体力って、うん、で夏が来たんですよ、うん、もちろんその間練習試合もやっとるじゃないですか。で、和歌山の弱いところへ電話したんですよ、いろいろ聞いて、うんうんうん、そんならやってくれないんですよ。え、智弁って奈良ちゃん和歌山にもあんの、うん、知っとるくせに、うんうん、前年の登録しとるのに、うん、そんなんですよ、今でいじめですよ、こんな、うんうん、くそったれ、女でら、覚えとけよ。そう、火つきましたよ、うんうん、で、その県外は僕が奈良の時に付き合いのある、はいはい、周りはみんなやってくれますからね、はいはい、で、もちろんボロンジョンにやられるんですけど、はいはい、で、3ヶ月経って抽選あるじゃないですか、うん、やりにやってまた優勝候補引いてきた。春の大会ベスト4ですよ、はいはい、ね、うん、職員室で教師が、うん、わあ去年は5回やったから今年はせめて7回まで行ってほしいなって言うんですよ。ね、内心、はい、監督誰か分かっとんのか言いたかったんですけど言ってないですけどね、はい、でやったわけですよ、うん、5対2やったかな、おお、うん、智弁和歌山が勝ったわけ。素晴らしい。つまり3ヶ月あったら優勝候補やっぱ食えるようになるわけですよ、うんうんうん、それは何か技術じゃないんですよ、うんうん、ね、体力作りとハートで勝った、はいはい、だからうちのヒットはフラフラポチョンやし、うんうんうん、ね、で向こうはカーン行くんですよ、うん、でうちはもうお前らはどっちみちあかんねやからフェンスにくっついとけって感じです、うん、でそこで取るよ。野球ってそんなもんじゃないですか、はあ、ね、なんていうか夏の大会ですから、はい、ね、並んで校歌が流れる、ね、うんうんうん、その時まだ和歌山は校歌がなかった、なかったんですか、なかったまだ、3年目でなかった、はい、で奈良の校歌を
流した。へえ。もちろん選手知らんですね、小学校の校歌ですからポカンとしてましたけどね。それがスタートなんですよ。そんな時代があったんですね。3ヶ月でさっきの 100m100 本ってさらって言ってましたけど、 100m100 本ってよくあの千葉の会も名物の練習なんですよね。ポールからポール100本、100m100 本のタイヤ引きとか、ね、そんなのもあります。そこが一つの単位になってるわけですね、はい、そうなんです。で一番分かりやすいのは腹筋背筋、うんうんうん、あの当時美濃島が全国優勝するチームは1日200から300やった。はははは、200ぐらいかな、うん、でうちは10倍やった。おっ、すいません。2000回、1日2000回背筋腹筋ですか。そうです、うん、合わせてね、はい、で最初からついてこれないじゃないですか。3ヶ月経ったらちゃんとやるよ。やっぱりね、高校生のその体力ってすごい、やっぱついてくるハートですよね。そうですそうです、そこなんですよ。もちろん人数は少ないですけど、うん、で結局それで俺らは日本一の練習をしたっていうのを植え付けたかったんですよ、うん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 、ね、どっかでやっぱり自信持たさなあかんので、うんうん、技術は大したことないから、うん、やっぱり体力と精神力、うんうん、くそ簡単に覚えとけよ、俺が辞めるときは絶対殺してから辞めたろ、そこまで言うようになったんですよ、うんうん、ということは彼らはそれなりに一生懸命やったんですよ、うんうん、それでグーッとやっぱ上がってきたんですね、うんうん、20年かかるっていうやつがやっぱり5年、うん、はい、丸5年で甲子園出たんですね、はいはい、そうですね、そして最初のね、あの出たのが1985年から昭和60年の選抜大会に昭和60年初出場ということですが、はい、5年ですね、本当に。そうですね。で5回甲子園出たんやけど、はい、全部1回戦で負けたんです、うん、また壁があるんですね、うん、で僕はね、やっぱりこいつらはなんとか甲子園に連れて行きたいって絞ったんですよ、うん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 、甲子園で勝ったろうじゃないんですよ、はい、なんせ連れて行かなあかんっていう、うん、で6回目にやっと1勝したんです、うん、夏、東北高校、はい、監督の名前が和歌山さん。お、和歌山さん、よう覚えとるんですよ。ほんで その時のメンバーが、うん、下級生が軸や、うん、ピッチャーもおる、うん、クリーンアップもおる、ね、で横滑りなんです、はい、で次の年選抜出た、はい、で優勝、うん、あ、ちょうど93年94年っていう頃ですか、はい、うん、なんで優勝できたか、うん、もう結局ハートと体力作りは日本一やと思ってましたから、そんなよその学校2000回する学校どこ行ったってないですよ、そんな、うんうん、それをあえてやらした、うん、彼らはしんどいけどやっぱりこんだけのことやって負けれるかってやっぱりなったんですね、うん、自信がついてるんですね。あ、そうですそうです。